11月24日だよ。時刻は8時回っちゃったよ。今週も始めていこうと思います。町伝情報局です。なんでこんなテンション低いのかって、なんだろうね。気がついたらもう11月終わりなんだよね。早いわ。もう1ヶ月ちょいしかない。言わないでそんな恐ろしいこと。1ヶ月後大変なことになってんだから、うちの会社ももうね。ということで、せーのドン、ヤギです。ヤマトです。ご無沙汰してます。こっちではね、こっちではね、まあいろいろとありましてね、頑張っていかなきゃいけない今日この頃なんですけど、どうですか。最初に言ったけど、今週本当バッタバタしてて、あ、わけわからない時に終わってしまったと。あっという間に、あっという間に終わってしまった。恐ろしい日々でした。かといって何もしてないかというと、してはしてないこともないんだけど、してはいるんだけど、昨日何年ぶりだろう、久しぶりに CD 買いました。あ、 CD を CD 久しぶりに買いました。それも普通に買いました。普通に、え、誰の。布袋寅泰さんです。おお、布袋さんの。布袋さんの、なぜかというと12月の3日なんですけど、はい、長野市にあります市民芸術館に来ますんで。ああ、来るんですよ。来るんですね。なんか来るんですよ。 CM を見たような。ああ、ソールドアウトになってないんだな。じゃあ、いや、だいぶ前ですね。1ヶ月ぐらい前に CM を見たような気がします。去年はサントミューで来てたんですよ。あ、去年来たんですか。去年はサントミューで来てたんですよ。おー。で、今年長野なんですけど、今年長野なんですけど、いかんせんニューアルバム買ってなくてですね。なるほど。まあ、あの人の曲かれこれ30年以上聴いてるんで、聴けば大体わかるので、なんとなくなるんですけど、それでも覚えとこうかなと思って。あ、まあ、昨日買いに行ったわけなんですけど、ね、まあ、見ててください。長野市民芸術館揺らしますから。揺らしてきました。後方から揺らしますから。後方から揺らしますから。なるほど。席の位置は本当にこう本当に後ろなんですけど。そんな後ろなんですね。で、まあ、全然平気なんですけどね。うん、一度なんですけど、東御市にも来たことありました。布袋さん、東御にも。はい、東御に来たところもありました。はい、サンテラソウルの最前列のセンターは僕でしたから。お、すげえ。はい、十何時間並んだんだっけ。あれ、そんな並んだんですか。チケットを買うために何時間、15時間30分並びました。すさまじいですね。それも1月のチャラッサビー中。何してたんですか、その時。その間、待ってる間。待ってる間、ぽーっとしてました。ぽーっとしてて、それでも寒いからって言って、日本酒飲んだんですけど、一層温まらないんで、ウイスキーかくらんで、なんとかしのぎました。しのぎました。しのげました。しのいで、仕事だったので、仕事が終わってから並んで、友達が来て、そこ、整理券もらって、友達に託して、お金託して、俺は帰り、仕事行きました。はい、そんなこともありました。そんなことも。ええ。まあ、布袋さんにはもう、かれこれもうね、30年以上、ボーイの頃から好きなので。ああ、ボーイの頃から。ええ。ボーイコンプレックスソロと、いろいろと渡り歩いてますけれども、あの人のおかげで、いろいろとね、いろいろやっておりますけれども。まあまあそんなこともありましてね、今週もね、まあいろいろとプログラム組んであるんですけど、臨機応変に進めていきたいと思ってますのでね、はい、今週も町伝情報局スタートです。というわけで、改めましてこんばんは。町伝のメインパーソナリティ、めいめいヤギです。よろしくお願いします。めいめい。そしてゲストの町伝には相当久しぶりのヤマトです。ありがとうございます。3、4ヶ月ぶりぐらいですかね。かなかもしれないね。まあそんなこともありまして、いろいろなねこともありましたけれども、まあそれにしてもびっくりしましたね。いろいろありましたけど、あ、そうね、一応ね、メッセージテーマがあるんですよ。11月はテーマこちらになっておりますけどね。おすすめ紅葉スポット、もうさすがに紅葉っていう世界でもないんですけどね。そうですね、遅い地域、温暖だった地域が今、そうだね、終わりを迎えつつある。実家の方はどうなの、この時期なの。いや、まあ、実家の方はそんなに、まず紅葉、俺横須賀ですけど、横須賀はその紅葉してるようなことあんまないですね。あ、そうなんだ。神奈川、箱根なんで、神奈川県の一番の紅葉スポットが。あの有名なメッセージ送ってくるあの方のテリトリーなのでね。箱根が一番の神奈川県の紅葉って言われる浮かぶのがそこなので、まあそこもまあ寒い
からの三角地帯でもあります。ああ、そうだよね、あそこ結構高いところだから、ね、とっくに待ってると思いますね。まあいろいろありますわね、本当に。まあそんなことで募集しております。はい、また来月になったら来月で、まあもう次週は来月になると思いますけど、ちょっとね、あ1日か15日の放送が若干ずれるかもしれません。ちょっといろいろあります、諸事情ございまして、ずれる可能性がございます、ご了承ください。またその辺は、Twitter、Facebook、あと、ブログ等にもアップしますので、そちらの方をチェックしていただけるとありがたいと思います。そしてメッセージの宛先なんですけれども、せーのどん、こちらになっておりますので、ぜひぜひ、あの時間がある方いらっしゃいましたらメッセージお願いします。こちらのメッセージ24時間365日いつでも OK でございますので、いつでもご連絡ください。何でも結構でございます。ヤギに対する質問でも構いません、まあ、実際に対する質問でも構いません、何でも構いません、どうぞよろしくお願いしますということでございます。いやー、それにしてもですよ、いつだっけ、いつ、何がだ、あのここのとこ寒かったじゃないですか。あ、寒かった、ね、朝起きたらびっくりした、太郎山真っ白。あ、一昨日ぐらいですか、一昨日か、太郎山真っ白でしょ、エボシも真っ白でしょ、浅間山真っ白でしょ、そうそう、気がついたらあの、ね、うちから見える一番近い山、小野山っていうんだけど、小野山も白いし、うわ、とっこさんも白いし、あ、岩屋堂も白いし、ね、おい、どういうことこれと思ってこれやばいかなと思って道をふってみたら、あれ道全然平気じゃんみたいな、道平気でしたね。なんか今日もなんか怪しい天気でしたけど、全然平気でびっくりしてるんですけれども、まあこれから雪の季節でございますよ。雪ね、本当に、まあ私まだタイヤ変えてませんけどね。あ、そうですね。タイヤ、ま、そろそろ変えなきゃいけないと思うでしょう。意外と平気なんだよ。ちなみにだから多分雪降っても1回目はまず舞う程度、あ、まあ、路面が白くなるかならないか程度が1回目。3回目ぐらいになるとやばいっていうね、やばい、うん、ちょっと今年早いし多いのかなってちょっと不安を感じてる今日この頃なんですけれども、車屋も混み出してるらしいですね。え、車屋も、ああそうそう、一番大変なスタンドとね、車屋さんはね、もう引っ張りだこで、はい回転、はい回転みたいな、そんな世界でございましたということらしいですけども、皆さんの街にはどんなね、なんだろう、雪に関することでも構いませんので、もしお時間ありましたらメッセージよろしくお願いします。ということで、もう早速なんですけども、よっこいちょっと、まあいろいろとね、喋っていけばすぐ終わってしまいますんでね、まあどうしようかなといろいろ考えながら進めていこうと思ってるんですけど、ちなみに横須賀って雪積もるの？あの積もるのはその表面がちょっと白くなる程度なら年に 1、2回、ワンシーズンに 1、2 回ぐらい、で、あ、ちゃんと、うん、あのザクザクするような感じの雪が積もるのは 5、6 年に1回ぐらいかなっていうペースです、ね、マジか。小学校の頃に6年間あって雪遊びをしたのが小1の1回しか記憶がないんで、マジか、そういう世界なんだ。そんな世界なんですよ、ね、降ったらまず嬉しい、積もったらなお嬉しいみたいな、遊べるみたいな、遊べるみたいな、そうだよね、それだけ違うんだよね、やっぱ ね日本でもね、まあまあいろいろありまして、さてですね、ここでもうすぐ行っちゃいます、1曲目いきたいと思います。まあこの時期には快適の曲です、秋休みの風花、うんうんうん、こちらの曲を聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。ひらひらと舞い上がる雪は私の手のひらの上で、曲がり角窓を叩く風の声は遠い昔からここへ流れ着いたのでしょう。怪しげなおぼろ月ゆらりゆらりと闇しぐれ、運命の歯車が共に狂い始めていたから、繋ぎ合わせてたはず。
朝浜ぼんやりうつらと夢うつつ坂巻く風車があなたの記憶戻してゆく伝えきれないほどの儚き願いを今空の中に小さな風で綴ったあなた頼り木枯らしが街を歩けど春は時日々会いたくてあなたに会いたい消えてゆく淡き幻ひらひらと舞い上がる雪はあなたと窓を叩く風の声は遠く懐かしきもう一度あなたに会いたい待ちつた待ちつた待ちつた聴、はい、いていただきました秋休みのねかなんだっけなんだっけ風花まあいいや、ね、見ていただいた通りでございます風花ですよねあそうそうそう風花ですねはいすいませんということでねまあいろいろと大和に久々に来ていただきましてというかね来てもらったというかですね俺が遊びに来たって、ね、あそれが一番いいんですよそれでいいんですようのうちの町つたのスタイルですから来ていただければありがたいということでねもう軽井沢のプリンスねさっきの雪の続きですけどもプリンスホテルのスキー場ではもうオープンしているとそうです、ね、スキーねやるやらないです。いや、やったことはありますけど、うん、普段やるかって言われてやらないですほとんど。あ、そうだよね。俺もやらないし、まあドクターストップかかってるからもうまずボードやっちゃいけないって。あ、そうなんですね。ボードやっちゃいけないって言われててスキーやりましょうよって言われてるんですけど、うんうん、ちょっとまだんって感じ。うん、やろうと思えば行けばできるんですけど多分、うんま、もともとやってたので、で思うんですけどちょっと今ね。やる気力がないというか違う方にちょっといろいろと神経注いでるというかそんな感じなのでここのとこねいろいろとありまして友達はすごい行きますねボード押しにあそうなのいいじゃない昨日も行ってました早速嘘軽井沢の方にいや軽井沢は多分浅間かなあそっか昨日そうそうあの昨日から浅間2000ね昨日からオープンしてますんでもしかして行ってる方いらっしゃると思いますけどすげーガスって立ってましたねそれそうでしょだったらそこ恐ろしいぐらいそれはそうだとこ、きっとすごいとこだもんね。だからもう楽しく、まあ、初日にして、まあ、楽しめたとは言ってましたけど。ああ、そうだよね。だから今この辺でできるのは浅間2000でしょ、あと軽井沢でしょ。で、来週の2日になると菅平一応オープン予定なんですよね。うん、予定。まあ多分できると思いますけどね。もう最近行ってないからね、ボードも何にもしてないんで、最近は本当、まあ。まあ、シーズンオフなんで自転車もねどうしようかなっていろいろ考えてまして通勤に使いたいんですけどロード通勤に使うと地獄なんですよ地獄なんですかええ、サビあ要するに普通の自転車とギア比が違うから、うん、回すでしょスピード出るでしょ、うん、軽くなるじゃんやっぱり、うん、そうするとどんどんギア
重くなるでしょ、うん、スピード出るでしょ、うん、このサビーなんか風切ってたらサビーのなんのサビーですね、サビーだよ本当に。けど言ってました、自転車乗ってる人が、自転車のロードバイク乗ってる人は、うん、ヒートテック入っちゃいけない、来ちゃいけないって。え、なんでですか？暑すぎちゃって、あ、汗かくでしょ。あれってヒートテックって汗に反応して化学反応で暖かくなるでしょ、うん、すげえことになるって。特に足絶対しちゃダメだって、足絶対しちゃダメだって、下手すると火傷するって。そんなレベルで？だってすごいよ。俺フィットテックあんま普段着ないから。俺も着ないけど、絶対着ないけど、やだそれはやや、だそれはやだ。暑いのはやだな。暑いらしい本当に。まあ確かに、だって秋口だって、あというか9月に美し登ったのね。登った時も漕いでるでしょ、うん、上はそんな動かない、上はウィンドビルカー来たんだけど、うん、下は別に短パンのまま登ったからね。あ、登れちゃう。やっぱり足は平気、足は、うん、結構汗かくし、うんうん、まあね、そんなこともありましてね。そう、ウィンタースポーツ三昧の今日この頃ですけども、いやー、ウィンタースポーツね、やらなくなって早何年って世界でございます。あ、そんななんですか？なるなるなる。もっと昔はしょっちゅう言ってたんだけどね、うん、仕事で半日半休もらって菅平登って滑ってるってことよくあったんだけど、最近はもう全く行かなくなりまして、寂しいんですけど、うん、まあそれもそれしょうがないのかなと思いながらも思っております。いやいやいやね、はあ、ということでね、さてさてどうしましょうかねといろいろ考えながらですね、久々にヤマトが来てくれたということで、何かね話をしなきゃいけないなと思ってるんですけどもなんか聞いたところによると、もう長、上田市民になるという話を。そうですね、もう4月から確実に上田市民になるという話になっておりまして、もうこの川がずっとこれから上田にいるということになる。いるはずですね。どっかでも見かけするでしょう、ね、え、どっかではどっかで見かけるようになる、どっかで見かけるはずです ね、なので覚えておいてくださいね、ね、ヤマト君。まあそんなこともありましてね、上田市民になる大和くんね、うん、まあこれから大変だと思いますけどね、本当に。まあこれから雪のシーズンなんですけど、うん、あれ何年前、3年前だっけ、大和こっちにいた、あの超大雪ですか、あの超大雪降った日時、5年前ですね。俺が上田に初めて来た時の冬なんで。あ、上田に初めて来た時の冬か。そうですね、だから2013年の2月。あ、そっか、4年前か。 あれあの時確か来なかった。今あ、多分行った気がない。いたよね、いて、ついてご飯食べてそれで帰ったんだよね。そうです、そうです、確か。あ、そうだそうだ、思い出した思い出した。あれはひどかったもんね、物流が途絶えて、ええ、シャレになんなかった。あのすっからかんのセブンイレブンを初めて見るという何もね、アパートの近所の横っちょのカップラーメンコーナーなんもないし、菓子パンコーナーなんもないし、うん、残ってるの、あのおにぎりサンドイッチもちろんないし、うん、残ってるのはなんかあの缶詰とかお菓子ぐらいで。うわ、そんな時そんなことだったっけ。まあうちも涼しかったですね。隔離されてたんで完全に。ああ、要するに集落の中に、うん、温泉の何、こぼれ湯じゃないんだけど、こぼれ湯、要するに、まあ某温泉の近所を新幹線が通ってまして、うん、はいはい、そこから流れてくるお湯で、お湯というか、まあ、水ではない、うん、流れてるので、そこに冗談半分で、まあ詰まったらごめんねって言って冗談半分で最初入れたの、雪。あ、5分後見たら綺麗さっぱりなくなってるのね。お、これはいいぞと。おい、ここの雪全部ここ持ってこいって言ってで、要するにうちから、うちの集落の中は雪がないのよ、うん、もう道にはもう全部溶かしちゃってるから、それは良かったんだけど、そこから幹線道路に出れなくて本当の話、幹線道路に出れなくて、マジでびっくりしまして、怖いよあれ。さあ、うちから外に出るって言って出ても道、うん、こっちの道、あっちの道、そっちの道、雪で通れねえじゃんみたいな。で、長靴履いて、もう一個先の国道まで行ったら、うん、国道ツルツルの、でも雪じゃなくてもう氷になっててツルツルで、うわこれひでえやみたいな。はい、会社休みました。まあしょうがないですね。ええ、ね、たまにここのスタジオ最近来ないんですけどね、鈴木さんも言ってました、あれはひでえ雪だったとね。
そんなことも言ってましたけど、俺も初年度だったから上田怖えとこだなと思いましたね。怖いとこだ、だけどあれね、逆にねおかしな人もいたらしいよ。おかしな人、ええ、おかしな人、若干ここもたまに来る人だけどおかしな人いたよ。おかしな人、うん、おかしな人の仲間でね、あれだけ雪降った中でボード担いで太郎山登って下ってきたって、バカじゃないのあんた。お前らアホちゃうかみたいな。でそれを聞いたそのおかしな人は、俺も行きたかったって、 あんたもおかしいからみたいな。行ける状況じゃねえじゃんみたいな。ねえ、さすが、ねえ、そんな、そういう人も、ね、いるので気をつけてください。いや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 、そんなこともありましてね、なんだ、武器、雪がそろそろね降りますので皆さん準備だけはしといてくださいね。まあ雪といってね、そんなね嫌なイメージだけじゃないんですよ。素敵な曲もあるので、それをねちょっと一曲お伝えしたいなと思いまして、こちらです。湯沢佳代子さんのね、雪に願いを、こちらの方聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。ありがとう君にただ伝えたい、いつも意地張って言えないけど、雪よお願い今日は私にどうか優しい気持ちください。相手よなんて言うけれど、本当は抱きしめられたくて、誰かを好きになって傷ついた分だけ臆病になってる。かじかむ指をそっと包み込む、忘れてたことに気づいたよ。
つうた。はい、聞いていただきました、湯沢佳代子さんの雪に願いをでしたということで、いやーね、手元にね、手元に市役所からのデータが何にもないので、今週のイベントごとながお伝えできないんですけど、できないんですけど、先週っていうか先週だよね、もう先週か、先週映劇と映劇者才の角と、あと中央公民館の横 の 文化ホールで、上田城下町映画祭っていうのを開催されてたんですけど、行きました？お仕事でしたね、まあ、2日間とも。あ、お疲れ様です。18日土曜日は、土曜日仕事してたんで行けなかったんですけど、19日なんですけど、才の角の方で15時から、上映があった。ガチンコという映画ね、映画が、自主制作の映画があったんですけど、それを見に行ってきました。どういう話なんですか？まあ、いろいろ、まあ、話は何だろうね、中途半端な若者、中途半端っていうか、何て言うのかな、やることが分からない、どうしていいのか分からないの、若者がやりたいことを見つけるみたいな、そんなような話なんですけど、3年前なんですけど、3年ぐらい前にそのね、まあ、ここからすぐそこにあるのは事務所あるんですけど、山崎さんからですね、お話いただきまして、こういうことやりたいんだけどちょっと手伝ってくれないという話を3年前に言われまして、はい、私で台本も持ってました。うん、キャスティングとかいろいろなとこの会議に一度行きました。はい、でその後ちょっとですね、 CD うちのこの棚の中から2枚ばか持ってきまして、こんなのあるんですけどみたいな話をしていましたら、 ありがとうと貸してもらえよって言って、そのまままだ帰ってきてないんですけど、まだ帰ってきてないんですけど、なんだ、そこにね使われたっていう話を聞きまして、でこの先週来た時ここにね、招待状みたいなのも転がっててまして、もしかしてと思って行ったらですね、行って最後まで見たら、ね、エンドロールの最後にですね、クレジットのところ名前が載りまして、すごいっすよ。普通キャストとか、何々担当っていう、あれ名前の前つくじゃないですか、出演とかって、すごいっすよ。選曲、俺ですから。選曲ってなんだって。でちょうどね、出演されてた縦サークルシーンの小林さん、幸太郎さんいまして、何選曲って何なのって話されましてそれはそうだよね、知らないもん、そんなのって話をしてまして、そんな話をちょっとしてて、まあとにかくですね、初めてその映画なるものに名前が載ったと、いや面白いなと、でまあ言ってましたけど、企画とね、お金さえあれば映画は撮れるよって、そりゃそうですわ、まあ、そりゃそうです、ね、そりゃそうですわ、まあ映画ね難しいです、映画撮るって言ったって、なかなか撮れないですからね映画ね。そうですね、映画見ないでしょ。映画まああんま見ないですね。見ないでしょ、ね、よっぽど面白そうじゃないと見ないですね。あ、ちなみに去年公映されて、映画祭でも上映っていうか、作品かかった君の名は見た？はちゃんと見に行きました。見に行った。やっぱ新海ファンだったので。ああ、そうかそうか。見に行って、まあそうかって、他のやつは割とすぐに、早く DVD 出ないかなって感じですけど、俺別になんかじらされすぎて、もう別にどうでもいいかなみたいななっちゃいました、ね。あれね、出ない理由があったんだよね。あったんですか？あれちゃんと出ない理由があったのよ。あれ本来普通だとロードショー公開してから、あれって終わってから出すの？そう、お互い DVD を、はい、都内でずっとロックランでやってたんで、らしいですよね。やってたので出せない。あれ本当の話で、業界的な話で、もうその聞いた話でもう出来上がってはいたんだけど、らしいですよね。出せない。上田でもやってましたよね。上田でやったグランドシ、なんだっけ、あそこ東方シネマズで、私東方シネマズ見に行きましたけど、でもあそこでも、半年ぐらい経ってもやってましたね。そうそう、やってた、ずっとやってた。あれだから結局、例えば DVD1 本買うと、あれまあぶっちゃけた話、まあ、例えば5000円としましょう、
一回買えば終わりなんだよね。そうですね。けど映画館でかけると、あれ映画館が作者側にもお金は入るんですけど、制作財布にも入るんですけど、うん、あの映画館の方にもお金は入るんですよ。あれ たくさんあんだけ人が来るんだったらと思うでしょ。たくさんじゃないんだあれ。え、そうじゃないですか。たくさんじゃないたくさんじゃないんだあれ。労働省公開だから多分ね、入場料の7割はな、7掛けか7掛けだから6掛けは全部向こう持ってかれてて、あ、それ以外しか入ってこないんだよね。そういうもんなんだあれ、労働省。だからそう考えると儲けるためにはそれしかないわけよ、うん、だから儲けるためにどこもやったっていう、ね、だから DVD になっちゃうと、まあ、来ないですもんね。来なくなっちゃうから、だったらお客さん来るんだったらかけようみたいな。そうですね、うん、だったらまあポップコーンとかそういうの売れるし。そうそう、売れるしね、うん、何でか知らないポップコーン買ってるから行くとね、まあ、おかしな話。IKEA は買いますね。おかしいんだよ、飲み物とポップコーンなんだよ。映画館行かないと俺ポップコーン食わないですもん。食わないね、うん、映画館だからポップコーンなんだよあれ、うん、けどねあれね、ポップコーンも面白いことがあって、外国外、まあ、元あの映画関係者なんであれなんですけど、アメリカのポップコーンの食べ方って違うんだよね普通と。知ってる？どういう、普通にこうあってあって、こう食べる、こうそう食べるんだけど、かけるものが違うのね。塩じゃない。塩じゃない、バター。バター、うん、バターと蜂蜜だって。蜂蜜？うん。え、ないのそれ？ないです。軽井沢のね、今のスキー場のとこで昔映画館、はい、車で見る映画館ってあって、それでバイトしてたんだけど言われた結構。え？おかしいよあの人たち。溶けたバターと蜂蜜がないとダメ。おかしいでしょ。そういう、だからね、あそこ観光地だから、うん、いっぱい来るのよ、うん。おかしなこと言ってた確か。ねえよって、ねえよ、そんなもんねえよって、うん、だから違うんだやっぱり、ポップコーンもねやっぱり向こうとこっちで違うので、まあそんなこともあって、うん、まあ君の名は子もない間もかけてたんですけど、まあね、アニメはアニメばっか見てるからな最近。困ったことにね、本当に映画館行きたいんだけどね、さすがに男一人で映画館見に行く作品最近ないので。ないね、まあ、ないですね。ないね。君の名は去年で、その前が危ないデカでしょ。あ、その前何見に行ったっけ。あ、ヒーロー見に行ったでしょ。 あとなんだろう、あとガンダム見に行ったでしょみたいな、そんな感じ。本当にまあこれじゃいけないんだけどさ、元業界人としては、うん、一応元業界人なんで、まあもうちょっと映画見なきゃいけないんですけど、時間がない。とにかく今、うん、今ほんと時間全くなくて、またあの12月超えるとまた資料作成しなきゃいけないんで、今度け、あ、今度はいいのか、今度は我が町魅力アップ、もう今年で終わりなので、来年から違うので、あと決算だけなので、うん、うち、うん、決算前にちょっとね、さっきもヤマトと話したんで、ここのテーブルちょっと変える、まあ見えない、皆さん見えないところでね、いろいろちょっとレイアウト変えたりとかしなきゃいけないので、うん、それでちょっとまた違う雰囲気で町スタが放送できればいいかなみたいな、そんな感じなんですけど、うん、ねえ、そんな感じなんですよ、うんうん、まあだからね、ちょっと時間を作って映画見たりとかいろいろやらなきゃいけないんですけれども、さてさて、ヤマト、そういえばさ、スポーツって何か やってんの今ですか。今は特に。昔は、昔はバドミントンを部活で。 バトンね。あとは有志のバレーボール。おー、バレーボールね、やりたいんだけど、これはアンダーで上げるのはできるんだけど、うん、どうしてもそのこの土地が全くできない。ーオーバーが、オーバー絶対できないね、うん、だから何やるにもバーンバーンバーンって返したけど ねちょっとね、最近なんだっけあれ見て、なんだっけ、今ジャンプで絶賛、ね、連載中のハイキュー、あれ見てね、うん、ちょっと11月になって受とある方からいいよ見てみなって言われて、DVD を借り始めたらハマってしまいまして。ハマっちゃったんですか。ハマりましたね。11月の頭にですよ、配給どういいよって言われてから、うん、もうすみません、もうすでにセカンドシーズン入ってますから DVD。 早い。もう鬼のように見てますから。そうですね、超面白くって、でしかもジャンプもね、途中からって読んでまして、ジャンプもお尻じゃんかみたいな、ね、そうですね。そんな原作貸しましょうか。あ、持ってるの。俺前回持ってます。マジっすか。貸してください。最新28巻まで。マジっすか。だけど下手すると買っちゃいそうだ、あの勢い。 あれ面白いですね。あれ面白いんだよ。だから早くで、うちのね、うちの漫画好きな人が曰く、うん、
あの弱虫ペダルと同じだよ考え方はって言われた。ああなるほど、だからハマるんだ。そうあれだから今だから配球にハマってるってことは、うん、そのまま弱ペダル見るとハマるから大体、うん、同じだから、同じような感覚だから。そうですね、俺はテニスの王子様が苦手なので。あテニプリや、俺もあれは見て読んでないし見てもいない。あれはテニスじゃないという。あテニスじゃない、あんなのあんなのテニスじゃないもん。だけど配球とかあれって普通にありえそう、ありえる範囲で、ありえる範囲でやってるから、うん、それもなんだろう、あのなんだっけあの先生、王子のあの先生なんだっけ、てか雨降ってんの外、え外降り出してますね、降り出してますね、自転車の中入れたら。そうですね、じゃあちょっとちょっと抜けますんで、はい、ちょっと抜けるというちょっと自転車がね外にあるので危ないんで、ちょっとね今見たらかなり雨降ってきましたんで、まあこれが明日の朝になって雪にならないことを祈るばかりでございますね。ちょっと自転車入れないと危ないですよね。でね、ちょっとお知らせっていうかね、全然上田と全く関係、若干関係ある話なんですけども、今ね、岡山県の倉敷だっけ、ね、そちらの方で、のスポーツ公園、マスカットスタジアムで、第46回の全日本スカッシュ選手権開催中ということになっておりまして、うん、ニコ生と YouTube ライブそちらの方でですね、日本スカッシュ協会チャンネルにて絶賛配信中ということですので見てください。スカッシュも面白いですよ、意外と。スカッシュはちゃんとやったことないですけど、ラケットを使ってバドミントンの練習をしてました。だけどバトをやってたならスカッシュは簡単なの、うんうん、バトもそうだけど基本的にラケットで叩くじゃん、あれ。そうですね、バト叩くじゃん。スカッシュもラケット競技だ、あれボール叩いてるから、うん、全然面白くいけると思うんですけど、で上田原のとこもありますけども、ありますね、行きたいんですけど最近全く、だけど冬ちょっとね、冬になってきてちょっと自転車乗れないんで、うん、秋葉か真田のスポーツうん、プール行って泳ぐとか、もしくはスカッシュ、ちょっと目の方がね、ちょっとね左目ちょっとおかしいので今。あ、そうなんですか。ちょっと左目調子悪いんで、うん、いけない、危ないんで、ボール見えないと、うん、危ないんでちょっと。そうですね。なのでちょっとあれなんですけど、水泳ならできるかなと思ってまして、うん、体動かさなきゃいけないんですけどね、本当に。だけど本当ここんとこね、なんだろう、去年に比べて脂肪が落ちたのね、だからこの辺が特に。うん、寒いの寒いの本当におかしなぐらい寒いんですよ。いやー脂肪ってあったかかったんだね、つくづく思いましたけど、うん、まだまだ痩せますよ今年、来年向けて一生懸命ね運動しなきゃいけないので、いや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 大変でございますよ本当にね。ここんとこね本当に全く何もできてないので本当に怒られそうですけどね、来年は絶対に大会にも自転車の大会にレースに出ようかなとも思ってますし、まあ多分9月になっちゃうのかな、9月のスーさんと一緒に行ければいいかなと思っておりますが、まあ、その前にね、どこだっけ、生命保険会社の部長さんと一緒に長野まで行こうという話をちょっとしてまして、自転車で、はいはい、まあサイクリングロードあるしさーって帰ってこれるのかな。そうですね、俺も一度行きましたね。楽、意外と簡単でしょ、楽でしたね。長野は意外と楽なの。軽井沢までちょっと行ってるからすごい楽でした。軽井沢ね、よく行ったね。気がしんどかったですね本当に、途半車線をずっとタラタラ登るっていう。途半車線ぐらいならまだ可愛いもんだよまだ山本当行って死ぬからね。山まで行ってないですけど、本当にね18号沿いで行ったんで。ああ18号か、あのぐらいの勾配だったらまだなんとかなるね。俺チャリンコ乗りだとあのぐらいの勾配まだまだ平気だよねっていう。そうです、それがね、か長距離デビューでしたね軽井沢が。長距離っていうか山デビューが今年だったからな。あ山だから、うちから美し登って一回下って和田まで行って帰ってきて72キロだったんだけど、あ凄まじい、よく登ったねって、帰ってきてつくづく自分がびっくりした、うん、うわよく走ったねこんなにみたいな、しかも山だよみたいな。でアホなこと考えてまして、昨日も風呂に入りながら、うん、来年どうしようかなとかって考えてて、いや だったらできれば松本行きたいよねって考えた時、まず和田まで行って和田からビーナスライン上がって扉峠下れば松本じゃん、じゃあ帰りどうするっていう話で、竹志峠登って下るみたいな、アホなことばっか考えてるんですよ最近。チャリンコ乗りになるとそうなるからね、うん、頭の思考回路おかしくなってくるんで、俺もまた来年の雪が終わってから、うん、遠出しようと思ってますけど、
まあ、まず、チャレンジするならゴールデンウィークぐらいに1回まず菅平に上がろうかと思ってまして、菅平にどのくらいで行けるのかなっていう、まあ道は分かってるのでこの先どういうカーブがあるとかって分かってるんでペース配分簡単にできると思うんだけど、まあ菅平多分一番辛いのはどっち長野原に行く等と菅平のこらのか交差点、交差点から交差点からダムの入り口までがきついと思う多分。全然わかんないですけど、そこまで行けばもう何かなるかなと思ってはいるんだけど、菅平方面の地理はほぼわからない。でもほぼ週2回ぐらい登ってた時期もあったので全然覚えてるんですけど、全くね知らないところにねペース配分もなしにねいきなり行くと死ぬからね、そうですよね、美しい行くときに1、2度車で行ったことはあるけど、覚えてない状態で行くとあこんなもんだっけみたいな、ひどい状況でして、今思うとキロ数も全然分からずに登ってったんで、一番最初観光センターね、たけしの観光センターのところにここから、ここから10キロだ、あ10キロならなんとかなると思うじゃないですか。そうですね、登ってって登ってって標識までずっと登って登って登ってどこまで登るんだろう、まだ10キロ行ってないよなってパッと目の前に出てきたのが8キロって出てたんですよ。残りちょっと待てちょっと待て、今までのあれが2キロか、ちょっと待って、そうじゃ2キロじゃねえよなあれって思って、もうほんとそこで心折れそうになったんだけど、まあいいや、登っていったら寒くなって上へ来て、またとこ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 登っていって美しかから高原って看板が出てくる、登りきったかなと思ったんだけど、ちょっと待てよ、高原美術館どこにあるんだよねえじゃねえかよ、また登っていくでしょ。で残り2キロぐらいの時にもうヘロヘロだったんですよ俺、本当に。でそしたら後ろの方から自転車1台来て、後ろから抜いてた兄ちゃんがあと2キロだから頑張ーとかって言ってくれて、あ、ありがとうございますってそのまま登っていったんですけど、本当死ぬかと思った。まあそんなこともありまして、来年はあそこまでが第一セクション第二セクション第三セクション、もう頭の中で分かるから一回チャリンコで行けば、来年は楽だと思いますけど、とりあえず来年も一回登りたいなと思ってまして、まあどうなるか。けど軽井沢はまだ自転車で行ったことないので、軽井沢どこまで行ったんですか？このショッピングプラザの辺で、そこで遊び帰ってくる。帰り楽だったでしょ？帰り楽でしたね、ほとんど漕がずに。ああそうだよね。まあちょっとねそれも考えながら来年、まああの辺もねいろんな道あるので。それも考えながら次行くならサンライン通っていきたいなと思って。ああサンラインね、サンラインの方が楽かもしれないよね多分、サンラインで一番きついのが多分小諸の菱野のあたりのアップダウンがちょっとは、アップダウンが激しいので、そうあそこさえ越えてしまえば、まあ、あとは若干の上りだけど、そんなんでもないと思う、ちなみにねこっから例えばこの辺から、行くのであれば普通にだから熱街道東高校の前のあの店、あそこ通ってって一回登って、岩角のあたりから一回下って、そこからねいい道があるんだ、綺麗に登っていく、そこ登っていくと意外と楽に行けるので、びっくりするけどね。あの仕事帰りに行くからね俺も。仕事帰りに、あそこどこだっけ、ライデンくるみの里ってあるでしょ、 あそこまでチャリンコで行くから。すげえな、すげえですね、ずっと登ってから。すげえな、そんなことばっかやってるからおかしくなるよねいやいや、いろいろありまして、はい、じゃあここで1曲ね聴いていただきたいと思うんですけれども、まあちょっとこの後のコーナーにも差し掛かるいろんな曲がありますけど、これね加藤愛と書いて加藤めぐみと読みますんで皆さん間違いない加藤めぐみです、のガタンゴトン、こちらの方を聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。電車は今日も街と街をつないでゆく、時代ですね。
電車は今日も僕らを運んでゆく。それでは気をつけて行ってらっしゃい。ガタンゴトン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 。電車は闇の中を行く。今夜は綺麗な月夜ですね。電車は今日も僕らを見送って、もう一日お疲れ様。ガタンゴトン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 。朝から晩まで走ってゆく。電車は今日も僕らの近くにいる。明日も元気に会いましょうね。ガタンゴトン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 。マチスタ、はい、聞いていただきました。ガタンゴトンでした。なんでガタンゴトン聞いてもらったかっていうと、毎回毎回ですね、最後に鉄道の話をガーってするんですけど、そのコーナーの名前をガタンゴトンにしました。おガタンゴトンにしました。コーナー名ガタンゴトンにしました。ということで、ちょっとだけガタンゴトンのコーナーということで、電車の話をちょっとだけ、まずですね、まあこの辺では車両は馴染みがあるんですけど、昔の特急あさまの車両、はい、特急車両あさまの車両189系って言うんですけどね、
まあ、いろいろありますけど、それの、まあ、ここにも、ウェブペンにウェブの方に昨日発表されたのかな、豊田車両区にある M50 編成っていう、旧あずさ色、あずさ色の189系6両編成が来年の1月25日をもって引退するということが発表されましたと。まあ、松本にねよく行ってた方なら見たことのある色なんですけど、白地にね青のストライプが入った車両なんですけども、まあ、この辺だとフォギーグレーに緑の色が入ってるのが浅間と、浅間が緑で、あずさが青、緑って青とかそういう色で並んでるやつなんですけれども、そのねあずさ色が引退になってしまうということで、まあ、引退のね記念ランがあるということで、中央線ラストランが1月の25日の木曜日かにあるらしいんですけど、平日ね、平日しかできませんけども、とりあえず申し込んでみようかと思ってます。8900円出してでも片道ね、あできる、あそうこっちに行こうかと思ってます。ラストラン、ラストランだと要するに豊田車両から長野まで来るので、本当にラストランなんで、これは申し込みたいと思ってます。だから朝から新幹線で東京行って、中央線行って、それからガーって帰ってくるっていうね、それはできると思うので、ぜひそれはやってみたいなと。抽選らしいので、抽選らしいので、ちょっとね、あと申し込み用紙 のパンフレットは12月6日からJR 東日本八王子支社のウェブサイトでご案内できるということなので、ちょっと見てみたいなと思っております。もしかしたらね、俺もそうなんですけど、これね、もしかすると甥っ子も申し込むかもしれないんで、甥っ子も好きなんで、はい、甥っ子なんか小井のだかうちから出て高崎まで来てたとかって話してましたけど、大体大丈夫かあいつっていうね、一人で行ったと、小学校まだ5年生か、すごいですね、てっちゃんなんて感じでね誰の血を引いてるんでしょうかって話ですけど、まあ、一言言っても私の血ではありませんけど、我が家の血ではありますけど、まあ、半分は私と同じ DNA なのでね、そんなこともあります。あとね、もう一個だけ、信濃鉄道さん、はい、信濃鉄道さんのね、話の、前々からどうなるのっていう話をしてたんですが、信濃鉄道さんの S1 号編成って言っても分かる人しか分からない話なんですけど、昔からこの辺ね、JR の頃から走ってた長野色というフォギーグレーに、さっきのあずさと同じような色をねしてる車両が1両編成だけ残ってたんですけども、それが先月かい、研修校に入ったって話で、色どうなっちゃうんだろうというね、不安があったんですよ。これだけね、元祖長野色だの、湘南色だの、横須賀色だのがね、出てる中で、まさかそこで長野、また信濃鉄道の色に戻るわけないだろうなと思ったら、はい、長野色になってピッカピカになって戻ってきましたけど、まだ見てませんけどもピカピカになって戻ってきましたんで、ちょっと嬉しいんですよ。で、今回のね、その長野色なんですけれども、JR のマークはもちろんのこと、信濃鉄道さんのマークも入っておりません。あ、そうなんですか。入ってません。いや、かっこいいっすよ、やっぱり。ネットでいろいろとね、動画と写真は出てますので、そちらの方もご覧になっていただきたいなと思っておりますが、いやー、びっくりしました、本当にね、そのまんま。で、あとね、もう一つ、あともう一つ、うん、コカ・コーラ色もね、つい時期だと思うんですけど、塗り直されるとか、多分ラッピングらしいので、だからこの編成すごい人、長野県このね、ここの長野県の信越じゃねえ、信濃鉄道さん115系なんですけど、信濃鉄道色でしょ、長野色でしょ、元祖長野色で、湘南色でしょ、横須賀色でしょ、六門でしょ、コカコーラでしょ、7色あるんだよ。すげえ。ぜひ、全国のてっちゃん見てましたら、ぜひ115系を見に長野県に遊びに来てください。あと言ってもですね、一つだけごちゅ、なんて言えばいいの、お知らせじゃないんですけど、ご注意があります。撮り鉄の皆さん、怖いので気をつけてください撮り鉄は怖いからね、気をつけないとね。まあ、そんなこともありましてね、ちゃちゃっと鉄道の話をちゃちゃっとさせていただきました。電車好きなんで、すいません。ということでね、今日はこのもうちょっとくらいいいのかな、もうちょっとくらいいいのかな、まあ、ヤマトが久々に来てくれたので、とても心強かったです。本当に。あ、そうですか。うん。いつも一人でね、くっちゃべってるだけなんで、
相づち打ってくれたりとか話触れるんで楽なんですやっぱり半分喋らなくていいんで、まあね、まあちょっとこれからこのマチスタのスタジオ改造工事に入りますけど大丈夫です、改造工事に入ったとしても放送しますので、まあちょっといろいろやりたいこといっぱいあるんでちょっと頑張ってやっていこうかなと思っております。まあ2週間後の平洋マチはどうなるか分かりませんけれども、ちょっといろいろとご注文つけたいと思っております。はい、ちょっと先週ちょっといろいろ先週2週間前からちょっといろいろありまして、ちょっといろいろと突っ込みたいことただいっぱいあるんで、ええ、そんなことでございます。ということで最後なんですけども、11月ずっと聞いていただいた深瀬仁弘さんの代々こちらを聞いてお別れしたいと思います。本日はメインパーソナリティのヤギとゲストのヤマトの2人でお送りしました。それではまた来週、バイバイ。歩き出す